あ、いや、これは違うな。あ、おもちゃの男女中央。あ、いいんだ、これで。え、ここ街の中だろ。どんなセンスだよ。すげえな。見つけた、見つけた。オッケー。はい、どうも皆さん、こんにちは。ジャブリンゴと言います。今日ね、またソードオブディットをやっていきましょう。よろしくお願いいたします。前回ここのね、少し大きめのメインダンジョンが一つ終わったんで、今回はもう一つのダンジョンを見つけるところぐらいまでやろうかなと思っております。というわけで、カットとかはね、ちょっとしていくと思うんですが、よろしくお願いいたします。じゃあ、まずここね、ステータスに出ているところのクエストなんですが、おもちゃのダンジョンを見つけるにっていうものが、まず最初のきっかけとなります。地図でね、行ってないところをまず目指そうかなと思うんですが、どこかな？そうですね、最初の街があって、ゾンビの街みたいなところが左下あたりにあるんですが、おそらくそこら辺の下がまだ行ってないかなと思います。まあ、右上とかもね、まだあるんだけど、まあ、そんなところで少しね、探索していきますか。じゃあ、まず、ここにしようかな。一回、数でワープします。なんというか、ワープできるポイントみたいのがありまして、そこからそこへはね、最初に支給されるアイテム使えばすぐ移動できます。さあ、行きましょうか。夜だから変な敵がいるね。では、X の武器変えとくかな。で、こっちではなくて、上ですね。上になんですけど、確かね、ゾンビタウンみたいなのがこっちにあったはずだから、ここは通れないな。よし、じゃあちょっと迂回して上行きます。撃ってみるか。OK、倒せた。たまに剣が効かない敵とかいるんで、怖いですね。今日はそんなに倒すの目標じゃないからさっさと行きます。とはいえ、剣レベルを上げたいな。剣レベル上げると露骨に楽になるという時がたまにあるので。そう、1上がった時のね、上昇率っていうのが結構でかいもんなので、バカにはできないかな。よし。というわけで少し戦います。やっぱり朝の BGM は、爽やかだ。夜はちょっと怖いけどね。本人も今剣レベル4なんで弱くはないですね。剣剣剣。さあ、ある程度どうしようか。もうちょっとで上がると思うな。では移動します。ちょっと以前のプレイから時間空いたので、ここがね、マップ的にゾンビの街だったか覚えてないんですけど、確かそうだったと思う。そうですね。割とめんどくさい敵ワンサがいるんですが、ゾンビはね、その、攻撃した時に、あれだね、受けモーションがないんで、切っていても連続でダメージを食らうというか、そう、切った後に少しね、早く避けないと、とんでもないことになります。で、今日はまあ倒すことが目的じゃないんで、下にマップがあるからそこに行こうかなと思ってますが、ね、こういうところは落ちれます。まあ、ご丁寧に下に何かあったりする時もあるし、ミニダンジョンがある時もあるんですけど、はい。話聞いとっか。こうやってダンジョンごとにルールがあるんですけど、エーテル0、エーテル属性の効果なしというわけで、まあね、こういった属性が今はオフになるのか。入ったことあったっけ？どうしようかな。まあいいです。ミニダンジョンなんで、ちょっと今日は放っておきますね。今日はメインダンジョンを探すというのが目標なんで。ミニダンジョンだとお金があったりとか、それこそステッカーかな、そういうのがあったりとか、あとは、なんだったかな、次回の世代で選べる主人公の多分あれは、モデルみたいなものかな、そういうのが選べたりします。この人なんだろう。はい。まあ、この前にここって、
正直言うとなんだろう、もうゾンビだらけだからさ、落ちちゃえばラクーンシティみたいになってると思うんだけどさ、そこで警察とかも機能してないと思うんですけどね。まあいいです。本当にね、いろいろ見たいところもあるんですが、まずは未開のマップをね、開放していきましょう。はい、ロックモーロードですね。何かあるか、地図は少し歩かないと解放されないけど、あれですね、下と左に行く方向があるから探索のしがいはある。しかしやたら来るな。まずはちょっと倒すか、経験値にもなるしね。ゾンビは本当に1回切ったらもう避けるぐらいのことしないと被弾します。でもあいつは自分の攻撃ダメ受けてんのかな、よくわかんねえ。レベル5ゾンビか、めんどくさい。倒せないこともないんですけど、そうだね、2回切ったらすぐローリングして、2回切ったらローリングして、最後はね、こんな感じかな。こいつはマンホールに隠れてるやつか、めんどくさいね。すげえなあ、めちゃくちゃいる。これで4ゾンビあるのだろうか。3からちょっと落としたい。正直レベル5でも3でもそこまでやる剣の経験値変わんねえな。まあこうね、なんかマップ探索したいなとは言いつつ、いろいろやりたくなってしまうゲームではあります。ちょっと蹴散らします。もうちょっとで上がりそうだな、本当に。どうしよっかな。まあそんなこと言って、あ、落ちた。まあ落ちたんで、下に何があるかだけは見ておきましょう。グレートモーテージ。お、これだけだ。マッキーもらっておこうか。お、ノーマルステッカーコードですね。これステッカー屋さんに行くと交換してもらえます。まあ、何が出るかお楽しみですね。まあ大体こういうのってね、そんなにいいもの出ないなぁなんて思っちゃうんですが、捨てるのはもったいないので、ね、持っておきましょう。じゃあ、一旦左に行くか。あ、ごめんなさい。あー、何やってんだか。ダメだな。これは、これはひどい。ここはね、ちょっとカットとかします。申し訳ない。はい、すいません。誰でしょうね。マンホールにもう一回落ちるなんてバカなことする人はね。はい、行きます。このゲームね、まあ、以前もちょっと書いたんですけど、若干ロードが長いので、ああいうことやっちゃうと、少しね、待たなきゃいけないんですが。さて、ゾンビのおもちゃはまだ続くんだな。ネズミたくさんいるわ。近づくのめんどくさいからビームで倒す。一応こいつも経験点になるのか。しかしな、おもちゃのダンジョンっぽい雰囲気があんましねえ。痛い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 。やば、下結構いってんじゃん。あんま回復アイテムないね。ステッカーないんつけたかな。ヒルにして、違う、これ次出てきたと回復します。これにしとこう。やばいな、なんか、ああ、まただ今のは完全に忘れてました。そんなとこにマンホール開いたまま一色なって感じですけどね。人がいる。アップトンの穴。ソウルメイトか。一生は使ってみたい言葉だけど、誰に使っていいのか分かんねえや。まあ普通のダンジョンですね。獲得 EXP 倍増か。面白そう、ま、とは言いつつというところがあるっていうところだけは覚えておいて、今回はワールドマップの更新なんでサクサクいきます。まあ今回のパート始まってからおそらくもう3つ目ぐらいかな。まあ、こういった小さいね、穴はたくさんあります。まあ、こういう場所でもね、死ぬことはあるから、本当にね、油断は禁物なんですけど、ちょっと待って。で、この壁はね、向こう側からじゃないと開けません。開けられませんので、こっちは一旦迂回かな。でっかいネズミいる。他の方向行けないよな。OK。じゃあ、さっきのまま一回戻りますか。あー、もう
そこのマンホール閉じとけよ。はい、マンホールに落ちた人なんていませんよ。ご安心ください。じゃあ、どんどん下行きますか。下ルートは空いてるか。OK。いや、危ないよね、マンホールね。ゾンビなんかよりさ、マンホールちゃんと閉じとかないとダメだよ、本当に。はい、ドールウォール発掘場かな。このちっちゃいゲップみたいな顔しますけど。ここら辺の敵そんな強くねえな。とはいえ、こいつガード持ちか。まあいいや。押します、押します。こいつはどこへ行くか。オッケーオッケー。ちなみにマップ見とくわ。またいろいろ移動できる範囲あるね、ここね。普通の一軒家か。入るか。こんなところに家建ったらね、買い物とかは大変だと思うんですけど、まああんま気にしなくてもいいと思いますが。はい、お金です。絶対持ってっちゃダメだと思うけど、まあいいです。エイリンですね。はい、ロール1平原で使えば何かが起こる。鍵もらったって言ったよね。地図で表示されるか。クエストに設定してないからかな。ネズミ10体出す終わったんだね。これにしておけば、星が光ってるところですね。いけないこともない。まあ忘れずに、そのうち行こう。そうですね、経験から言うとダンジョンっぽいところがあるところは、もうそれ用のマップっぽくなってるから、まあ、ひたすら歩いてみるのがいいかな。下行きます。海岸だね。入り江か。レベル3か。何なんだ。はい、ビルムは大洞窟。鳥さんだ。これは敵じゃないですね。ここはなんかあんのか。一つ洞窟があるだけか。ここがね、おもちゃのダンジョンっていうものの二つ目だとは思わないけど、一応入っておきますね。ルールが作動中です。うん。お、ライフ自動回復だけあれですね、回復アイテム使えないってところ。まあ正直言うとデメリットそんなにないなと思いますけど、まあそんなところをちょっと一度見たということにして、方向としてはまだあるよね。うん。じゃあこっち側、西側行きますか。ここのマップ敵いないんだね。夜になると BGM 怖いな。モールハンド岬かな。海には入れない。海があることからおそらく果てだとは思うんですけど。ホールオークの穴。誰だ。ルハムですね。アイサーをやってたんだ。寂しい。寂しいし、ミニダンジョンしかないのかな、ここは。ではまあ、北方向というか、上のマップに行きます。お、おー、あ、いや、これは違うな。あ、おもちゃのダンジョン中央。あ、いいんだ、これで。え、ここ街の中だろ。どんなセンスだよ、すげえな。見つけた見つけた。 OK。 じゃあどうしましょうか。ちょっと待って、これは大切だ。数のワープポイントを作りました。これですぐにワープできます。夜なんで敵が怖いな。次のレベルここで上げちゃうか、ね、経験点だったらたくさんね、周りにいるしね。切れて2回かな、横飛びを。よし。この人はアビガルですね。パトロールガス設定を解凍。うん。
本当だよな。あなた大丈夫なのかって感じしますけどね。まあね、ゾンビばっかりだもんね。お、お尋ね物か。ね、これ、やいできんの。レベル高すぎだよね。すごいよね。14と21って。3段階目当たった。おっと。このエリアは意外と人がいる。ここ入れる。さらにはこの人。ゾアです。はい。ゴミ漁りは好きだけど、そのせいで両親が恥ずかしい思いをするのは心が痛む。当たり前だ。ゴミ漁りが許されるのは動物の森の主人公だけなんで。でもいたけどな、昔。東京にね、いろいろあって住んでた頃、ゴミ捨て場からね、学生寮みたいなところに住んでたんですけど、ゴミ捨て場からね、使えるギブソンのギター拾ってきた人がいたよ。結構よくある話かもしれないけど、うん、少女です。蝶々なの？この蝶々の部屋広いな。うん。蝶々の部屋狭すぎじゃない？うん。ゾンビ出現はとても喜ばしいことですのと。お、どこかゾンビ解毒剤を見せたらここに持ってきてくれませんかと。ここは、あれか、ゾンビ解毒剤で何か買えるのか。へぇー。パラシュート。面白いな、これ。これ、ステッカーですけど、うん。HP 回復低下すると自動的に勝手に何か食べると。野球バットか。ネス君好きそう。お、敵をノックバックできる。ありがたいような、ちょっとめんどくさそうな。ミートボールですね。これミートボールなのよくわかんないけど。ライフ満タンの時か。これは浮き輪か。これさ、ドーナツの色違いじゃないよね。ちょっとずるいなと思ったけど。落下ダメージなしか。逃げるにはいいね。バッチのレベルアップ速度が上がる。バッチ？なんだろう。OK。まあ、ここ、すぐにワープできるから、覚えておきましょうか。ゾンビ軍団を召喚できる。へぇー。ネクロマンサーみたいですね。ネクロマンサーみたいですねって、僕、ネクロマンサーの人に会ったこととかないけどね。おしゃべりします。はい、そんなイベントでした。まあ、特定のアイテムで買えるショップってところですね。このゲームね、なんか、いろんなところでこうやって道草食っちゃうんだよな。おっと。ネズミごときじゃもう上がんないか、釣り。いや、上がらないこともないか。そうだね、でも奥行くのどうすんの？こうか。ラーメン屋か。ラーメンって赤くの？ラメンみたいになってるけど。写真撮っとこう。へぇー。なんでしょうかね、僕海外行ったことないんですけど、あっちのラーメンってめっちゃ高いらしいですよね。こっちで言うところの、まあ、あの日高屋ぐらいのさ、そういったシンプルなラーメンがめっちゃ高いらしいですよね。へぇー。あとやっぱ海外の人ってね、だしってあったかな、そばとかの、あえてやっぱだしで取ったものって、ね、苦手らしいですよね。それはまあお国柄の違いかなと思いますが。こいつなんだっけ、たまに敵になってきてんだよな。え、なにこれ、宝箱だ、すげえ。不思議な世界だ。天空のかけらですね。たまに使います。あ、よし。こいつさ、無限に出てくるやつだ。強いな。とはいえまあ、あぶね、逃げて逃げて。若干汚染されてます。あんま近づかない方がいい。さっさとダンジョン行けよって感じですが、本当にもうちょっとで釣りが上がるな。ハーリーですね。うん、じゃあ適当に誰か一人倒せば多分上がると思うんだよな。そこは釣る気できれよって話だけどさ。このね、ビーム便利なんだよね、本当に。いくよ。まだか。6か、6はやばくないか。6は何よりも火だめがやばいんだよ。混ざってんのやだ。
本当にあとちょっとなんじゃないかと。よし、来た。うん、セルキは使ってなかったけど、まあ気にするな。よし。はい、ダッシュ攻撃を解放した。ゴロゴロ中に BY 流してダメージアップ。Y。あ、これか。月みたいなの。で、ごめんなさい。ダンジョン出てるんですけど、こいつを倒します。こいつは、ここからやっておけば、向かい方向からこのマップに来ることができます。まあ、よくあるシステムですけどね。これなんだろう。カメラ屋さんかな？コインランドリーかな？どっちだろう。まあ、それはいいや。じゃあ、次はダンジョンです。ほんと街の中に不意あるな。まあね、なんか、車とかで旅行してるとさ、謎の建造物みたいなたまにあるからさ、ああいうワクワク感はあるけど、多分こういうのな、あの人間が普通にいた時は地元住民に嫌われてたんだろうな、なんて思っちゃうところがあるから、なんか無駄なこと考えちゃうんですね、僕。はい、開きました。不思議なシステムだ。じゃあ、またここもね、本格的なダンジョンのはずなんで、入ったところで終わりにしようと思いますが、一旦入ろう。でもさ、この構造ってさ、上になんかフロア作る以外にさ、もう、もしかして地下か。地下だったらまあ、勝手に作れるか。いや、すごい形してたなと思って。くっつかない。全ステッカーが無効か。きつ。陰性の審判の間ってすごく嫌な感じと。てなわけで、ルールですが、まあ、もう、出ますけど、ステッカーが無効です。ちょっとめんどくさいな。まあ、こうやってね、いけます。じゃあ、次回はここから始めましょうか。今日はここで終わります。というわけで、まあ、ダンジョンを探すっていうのがメイン目標だったんですけど、いろいろとね、道草食ってしまう。そんな面白いゲームです。やっぱね、いろんな施設あるとね、やっぱりロードのその、長さっていうのがちょっと気になってはくるんですけれども、まあ、それをね、欠点としても面白い作品かなと思いますんで、うん。通じている好きの人もそうじゃない人もチェックしてみてもいいかなと思います。じゃあそんな感じで今日はね終わりにしていきましょう。ご視聴いただきありがとうございます。続きもまたやると思いますのでどうぞまた見てください。じゃあ今回ここで終了です。お疲れ様でした。さよなら。